こんばんは。男子高校生の2年です。現在バドミントン部の部長をしているのですが、来年入ってくる1年生が強く、3年生になってから勝てるかわかりません。コロナの影響で大会も少なくなり、1年生に勝たないと試合に出れないと考えると、とても荷が重くなり、部活へのモチベーションなどが低くなってしまう時があります。家でできることや自主練などはしているのですが、怪我などの影響でなかなか結果が出ずに落ち込んでしまう時もありました。こんな時、マナさんだったらどのようにしてモチベーションを上げたり、どんな気持ちで持てばいいのでしょうか。どんな気持ちを持てばよいのでしょうか。マナさんの意見を聞きたいです。いつも寝落ちに使わせてもらっています。これからも頑張ってください。とお便りいただきました。ありがとうございます。部活の後輩の方が強いかもしれないということで、その時のモチベーションとか気持ちの持ち方はっていうお悩みなんですけれども、いやー、後輩がって悔しいですよね、こういうのって。あ、綺麗事を言うなら、本当に、後輩と戦っているわけじゃないよね、とか、何のために部活やってるんだろうとかっていう話になると思うんですけれども、でもそりゃ、高2とかで、後輩の方が実力あるって、正直に悔しいなって私も思います。特に質問者さんは部長っていうメンツもあると思いますし、本当に私もお便りの中で怪我がっていうワードもあったんですけれども、私だったら怪我を言い訳にというかね、自分は怪我しているしとかって思ってね、なんとか折り合いをつけようとしちゃったりとかしそうだなと思って。でも本当に世の中はこういう悔しいことばっかりだと思うんですよ。自分よりすごい人がいっぱいいて、もうね、大人になればなるほど、世界が広がれば広がるほど、ああ、すごい人いっぱいいるな、自分大したことないな、悔しいなって思うことってたくさんあるんですよ。で、マナーさんも、こんなね、まったりと YouTube をやってるように見えるかもしれないんですけれども、やっぱり、後からね、始められた YouTuber さんとかが伸びてると悔しいなとかって思いますもん。私の方が先にやってたのになとかって、あ、いつこんなに抜かされちゃったんだろう、いつこんなに差をつけられちゃったんだろうとかって、思うよりもあります。それで、ああ、自分にはやっぱり YouTube 向いてないんかなとか、YouTube やるほどのカリスマ性みたいな、ないよなって思ったり、もう本当に大人になればなるほど仕事もそうだし、悔しいことの繰り返しです。でもそこで悔しいっていう気持ちを自分の言い訳に変えるか、踏ん張って自分の力に変えるか、で、人生って本当に変わってくるなって思います。だから今はね、そこの二択のところに立ってるんじゃないかなと思います。例えば、私だったら、YouTube 全然伸びてないっていうことで、後から始めた似たようなね、系統の YouTuber さんにどんどん抜かされていって。そしたら、私は普通に仕事もしてるし、全然更新してないからさとか、YouTube は趣味だからさ。そんな登録者数とか、再生回数こだわってないしさとか、そうやって自分に言い聞かせることをし始めちゃったら、もう多分、伸びないというか、一生懸命頑張っているその人との差は開く一方なんですよね、きっと。
自分が傷つかないようにこう言い訳し始めたら成長しなくなっちゃう。でもそこで悔しいって思ったら、じゃあ自分には何が足りないのか、何をしたらいいのかって考えるじゃないですか。悔しいけど伸びてる人って、じゃあなんでそんなに伸びてるの、自分より何がすごいのか、トーク技術、内容なのか、編集技術なのか、更新頻度なのか、他の SNS の活用の仕方なのかとかって、まあ、相手のすごいっていうところを素直に認めて、悔しい作業だけど自分に落とし込む。思うんですけど、スポーツ選手とか何かで一流って言われる人ってすごく謙虚だと思うんですね。いつも自分はまだまだですっていう気持ちでいて、もっとこうしたい、次はこうしたい、どん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 上を目指していく、もう本気で上だけを目指しているからこそ謙虚なんだと思うんですよ。日本の中で3番目だったら上出来だなみたいな、こう下を見て自分はすごい方だなみたいなプライドの持ち方とかをしないと思うんですよ。だからそういう一流の人でさえ自分はまだまだですって、それこそそういう人って本当に後輩とかね、そういう人からもなんかいいとこないかな、なんか自分にないものはないかなって吸収しようとすると思うんですよね。もう本当に一流の人でさえそんな謙虚なので、自分はもっともっと謙虚でいなきゃいけないなって思うんですよね。なんでね、悔しいなっていう気持ちから素直に吸収するっていう気持ちとか、それ以上に自分やってやるぞっていう原動力に変えていけたらなって思います。多分なんですけれども、お便り読ませていただいて、来年の入部予定のこの実力が分かっているっていうことで、現時点で入部予定の子が分かるって相当強豪校なのかなって思ったんですよ。そんな中で質問者さんは部長さんを任されているっていうことで、もう十分強いのかなって思ったんですね。だからそんなね、強い中で入ってくる後輩の子を、もう後輩っていうより一人の選手として認めて、一緒に高め合う仲間としてやっていけたらいいのかなっていうふうに思いました。それでその部長として後輩の方が強いとメンツが保てないかもっていう気持ちも今持っていらっしゃるかなと思うんですけれども、後輩の方が強いからってキャプテンとして部長としてダメっていうわけではないなって思うんですよね。部長って強さとか実力だけで選んでるわけじゃなくて、質問者さんにはこう強さプラスアルファで何かがあったから部長に選ばれてるんじゃないかなと思うんですね。だからきっと強さ以外にも素敵なところがあるんだと思います。あれね、自分一人が勝つ、自分が強いっていうだけじゃなくて、部とかチーム全体を引っ張っていくのが部長だと思うので、部長として質問者さんが頑張っている姿を見せるっていう姿についていくんじゃないかなと思います。
うまくいかないことがあっても、かっこ悪いって思わずに全力でやってほしいなって思います。後輩に負けたらかっこ悪いとか、後輩の試合を応援するだけの自分、かっこ悪い、嫌だなとか、そういう風に感じるかもしれないんですけれども、でも、それでも自主練する姿とか、声出しをする姿にみんなついていくんだと思います。そういう姿に心が動かされるんだと思います。負けようが勝とうが、弱かろうが強かろうが、頑張ってる人ってもうそれだけで素敵だと思うんですよ。で、頑張った分っていうのは必ず力になっているので、上を見て、どん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 頑張っていってほしいなと思います。応援しております。それでは次のお便り読んでいきます。こんばんは。最近お休みラジオを知り、とてもお世話になっております。小さな悩みですが聞いてほしいです。私は今中学2年生で、もともと水泳部だったのですが、少し前に陸上部に転部しました。そこで最初は友達についていくように短距離走を練習していたのですが、最近もともと水泳部だったこともあり、長距離の練習に参加しました。先生に長距離は多分やっていけると言われました。そこで私はどっちの競技を専門にするのかずっと迷っています。短距離走は決して速くはないですが、先輩後輩と仲良く楽しく練習する感じで、とてもお世話になり、毎日楽しかったです。長距離は水泳部だったことを活かせますが、みんな必死で部活としての楽しみは少ないです。ですが、ここを追い込む楽しさがあり、短距離でお世話になった人たちに恩返ししやすいのも長距離だと思っています。中学の陸上では、短距離走は伸びにくいらしく、才能ゲーと言われています。なので、常にどうすればいいのか迷っています。どうでもいいような悩みですが、誰にも相談できなくて辛いです。佐藤真奈さんならどちらを選びますか？自分の意思で決めるべきかもしれませんが、どうしても悩み続けちゃいます。よろしくお願いします。と、お便りいただきました。ご相談ありがとうございます。お悩みは、陸上部に転部をして、専門を楽しくできそうな短距離走にするか、水泳部だった長所を生かして長距離にするのか、どっちにしようかということなんですけれども、私だったら、自分が向いているなって思った方を選ぶかなと思います。先生がこっちの方がいいよって言ったとか、通説として短距離は今からじゃタイムが伸びないからとか、そういう誰かが言ったことじゃなくって、自分がいいなとかこっちだって思う直感に従っちゃうタイプですね、私は。それで、仲間の雰囲気がとかっていうより、もう自分が単純に走っていて楽しいな、合ってるなっていう方を選ぶかなと思います。部活とかスポーツって自分が楽しいって思うものを一生懸命やるのが醍醐味かなって思うんですよね。自分が楽しいっていう感覚、そういうのはどちらかに感じたりしてますかね。今多分質問者さんはもういろいろ悩みすぎて、いろんな人のね、いろんな言葉が頭に浮かんできちゃったりするかもしれないんですけれども、一度ちょっとシンプルに考えてみましょう。
自分が走っていて楽しいと思うのは、自分が合ってるって思うのはどっちかなって一度考えてみてほしいなと思います。それに陸上って結構性格とかも影響するのかなって思うんですね。私は小学校の時に陸上クラブに入っていて、土曜日週に1回とかね、市のグラウンドみたいなところで他の小学校の子たちと練習をしてとかってして、まあ年に何回かね、瑞穂陸上競技場で大会に出たりとかってしていたんですけれども、私は短距離走、100メートル走をずっとやってました。で、私はもう絶対短距離だ、短距離しかできないって思いますもん、性格的に。長いことずっと頑張るっていうのがすっごい苦手なんですよね。私はね、結構ヘタレなので、受験とか卒論とか一年通して頑張るみたいなのが本当に苦手なんですよ。多分ペース配分とかもね、うまくできない。小学校とか中学校の時って、私今じゃ考えられないぐらい結構ね、頑張り屋さんだったので、長距離とかね、マラソン頑張りすぎて、ほんといつも最後血の味してましたもん。だからもう長距離イコール苦しいって自分の中で思っちゃってるところがあって、だね、本当にね、うまくね、自分のペースが作れないというか、長距離はね、自分の性格に合ってないのかなとかって思っちゃいますね。なんでね、自分の性格的にも、こっちが向いてるなとかってなんとなく思ったりするところもないでしょうか。じゃあ本当に自分の感覚とかもう自分で決めるのが大事かなって思います。お便りを読んだ感じだと、質問者さんは今その先輩とか後輩とか仲間との練習の楽しさと自分の素質みたいなところの2点をポイントにしてね、こうどっちにしようかなって迷ってる感じかなって思ったんですけど、今中2じゃないですか。で、中学の部活はあと1年で終わりだし、こう先輩は卒業していなくなっちゃうし、これから高校で陸上やっていきたいってなった時に、その好きだと思ってね、選んだ雰囲気とかって結局変わっちゃうと思うんですよ。1年とか2年ですぐ。なので自分は純粋にどっちが競技として好きなのか、どっちが自分に向いてるのかっていうのを一度考えてみてほしいなと思います。部活、頑張って、楽しんで、たくさん青春してください。応援しております。さて、続いてのお便りです。こんばんは。いつもラジオ寝る前に拝聴させていただいています。もふおと申します。元同級生の女性との関係についてです。彼女とはもともと仲が良く、当時は彼氏さんがいたのですが、別れているということを聞きました。今年に入って映画に行ったり、ご飯に行ったりして、今度水族館などに行こうと約束しています。先日映画とご飯に行った際には、彼女から相談事を聞いたり、LINE ではあまり言われませんが、直接会った時にはあなたといると落ち着く、癒されるなどと言われました。その後何度か LINE のやり取りをしている際に、彼女が仕事を休職し連絡が途絶えてしまいました。
仲が悪くなったわけではなく、連絡が来なくなってしまったので、一度彼女が落ち着いたり元気になるのを待ってみた方が良いでしょうか。また、これは好意があったと受け取っていいのでしょうか。今まで女性とお付き合いしたことがありませんので、相手の気持ちがわかりません。この文章だけの説明で伝わるかわかりませんが、佐藤真奈さんの考えをお聞きしたいです。拙い文章ですが、読んでいただきありがとうございました。これからも応援しています。と、お便りいただきました。木尾さん、ありがとうございます。仲良くデートをしていた女性と突然連絡が取れなくなってしまったと。で、彼女から連絡を来るのを待っていた方がいいでしょうかというご質問と、デートしていた時に言われた、あなたといると落ち着く、癒されるっていう言葉は自分に恋があったのでしょうかっていうご質問なんですけれども、そうですね、まずこう突然連絡取れなくなってしまって連絡を待ってみた方がいいっていいでしょうかっていうことなんですけれども、この彼女休職をしてっていうのは体というより心的なものなんですかね。あ、心的なものだとしたら、その女性と私は結構似ているなって思うところがあって、その女性と私が似ていると仮定して、私の場合の気持ちで答えますね。私は自分がしんどいなとか辛いなって思うときに誰かに相談しようってならないんですよ。逆にこういつもの自分のテンションとかいつものノリで友達とか人に会うことがしんどくなってしまって辛いなって思ったときは、もうシャットアウトして自分で閉じこもっちゃうんですよ。だから誰とも連絡取りたくなくなっちゃうし、 LINE の返事も返さなくなっちゃうんですね。でもその人のことが嫌いとかそういうわけではないんですよ。で、私の場合だと、まあ、自分から LINE を無視しちゃってる。だから自分からなかなかもう連絡返せなくなっちゃうんですよね。タイミングを見失ってしまって。1日2日後とかだったら、ごめん忙しかったとかって、返信遅れてごめんねって LINE 返せるんですけど、1週間が経って、で1ヶ月が経って、もうなんて返そうってなって、もう返せないままになっちゃう。だからそういう時に、まあね、本当にわがまま言ってると思うんですけれども、もう一回ね、LINE をいただけるととてもとても嬉しいです。なんか、大丈夫？元気そう？とか、そうすると、きっかけをもらえて返せたり、あ、まだ自分のこと気にかけてくれてるんだなって思って嬉しいなって感じますね。なので、その女性が元気になるまで待ってるというよりかは、もふおさんからもう一回連絡、LINE を送ってみるといいのかなっていうふうに思います。メッセージとしては、長文よりかは短文の方が返信しやすいかなと思います。それと、こうデートをしている時に言われた、一緒にいると落ち着く、癒されるっていうのは、好意があるということでしょうかというご質問なんですけれども、いやー、私はあると思いますよ。なんか優しいですよね、もふおさんって優しいですよねっていう言葉って一方的だと思うんですよ。あなたは優しいっていう、で、落ち着くとか癒されるっていうのは、あなたといると私は落ち着く、あなたと私っ
ていう意味になると思うんですね。で、嫌いな人とか好意のない人と自分を一緒にした言葉ってあんまり使わない、使いたくないじゃないですか。そういう自分が特に好意ない人を褒めようってすると、例えばね、モフオさんって優しいですよねとか、モフオさんと付き合う女の子って絶対幸せになると思いますとか、モフオさんって癒し系ですもんねとかって、そういう言葉で自分とは切り離して褒めると思うんですよ。でもモフオさんはあなたといると落ち着く、癒されるっていう風に言われたっていうのは、なんか好意があるんじゃないかなって思いました。うん。なので、ちょっとというかお便りの回答が本当に遅くなってしまって申し訳ないんですけれども、まだモフオさんに気持ちがあったらぜひ LINE してみてください。応援しています。1,2,3,4 あなたに言いたい、ずっと好きです。友達のままじゃ終われないの、冷たい手と手を温めて、恋する気持ち届きますように。お送りした曲は、サクさんの歌う、モサオ冬のプレゼントでした。最近、私も夜眠れないことが増えてまして、そういう時には映画を見るんですね。なんか時間がもったいないなと思って。なのでね、これからぼちぼち見た映画のレビューをしていこうかなと思います。結局本とか映画って見ても忘れちゃうんですよね。その時は、あ、良かったなとか、あ、なんかこうだなって感じたことって言葉にねしないと忘れちゃうんだなって気づいたので、これから見た映画のあらすじと、あと感じたこととかをちょっとずつね話していければなと思います。で、早速今日はですね、インターンシップっていう洋画の紹介をさせていただきます。 Amazon プライムに入っている2013年に公開されたコメディ映画なんですけれども、あらすじは二人の
冴えない中年のおじさんが会社をクビになってしまって、再起をかけて Google のインターンシップに参加するっていう大まかなあらすじでして、でそのおじさん二人パソコンなんて全然できない、でずっと営業をコンビでやってきた二人なんですね。でなんとかインターンシップの面接は合格するんですけど、いざインターンシップが始まると周りは優秀な大学生しかいないんですよ。スタンフォード大とか名だたる大学の子ばっかり。あ、そりゃ天下のグーグルですもんね。で天才ばかりが集まっている中で、そこでチームを組んで一番優秀なチームだけが入社できるっていうインターンシップの試験なんですね。で、まずその重要なチーム決めをしますと、インターンシップ生がパーッと集まっている中で、じゃあ5分でチームを組んでって言われるんですよ。で、チーム戦だからもうみんなできるだけ優秀な人と組みたい、いいチームに入りたい。で、みんな何大とか、そのパッと見た雰囲気、コミュ力ありそうだなとか喋れそうだなとか、そういうのでもうバババって組んでいくんですよ。で、もちろんそんな中でおじさん二人は相手に全くされない。で、あ、俺と組まないかとかって積極的に声をかけていくんですけど、全然ダメで、でそのチーム決めの時間がタイムアップしちゃうんですよ。で、わ、余っちゃった二人しかいないよと思ったら、他にも取り残されている学生が三人いて、その三人、取り残された三人は、もう学力面で言ったら全員申し分ない。みんなやっぱり優秀な大学にいるんですけれども、例えば一匹狼みたいなタイプとか、こうマザコンチックでね、あ、コミュ力ちょっとなーっていうようなタイプとか、あとはね、田舎から出てきてちょっと頑張っちゃってる痛い子みたいな、そういう子たちが残されていて、その3人とおじさん2人と、あと Google の社員1人も入ってのチームなんですけれども、この Google の社員の人もちょっと冴えない感じなんですね。で、その社員さんは2人のおじさんよりも若い男の子で、このデコボコというか、もう周りから見たらはぐれ者の集まりみたいな6人がチームになって課題に挑んでいくっていう物語になってます。それでこの映画の何がいいかっていうと、このね、おじさん二人のポジティブさがいいんですよね。もちろんこんな寄せ集めの6人のチームうまくいくわけないんですよ。失敗続きで、おじさん二人はまともに IT の知識もないので、はじめはこうチームの中でも、その6人の中でも話を聞いてもらえない、もう邪魔者扱いされるし、もちろん足も引っ張るし、 でもうまくいかなくても自分を否定しないんですよね。その日の夜ね、あー失敗しちゃったなーってベッドの中でへこむんですよ。今日全然できなかったな、最悪だったなーって。でも思ったようにはうまくできなかったって言うんですよ。自分はダメだとか通用しないって自分を否定するんじゃなくて、自分が思ったようにはうまくいかない日だったって、その考え方って結構大事なんじゃないかなって思ったんですね。皆さんね、どういうタイプかわからないんですけれども、失敗とか
うまくいかないことがあると、私は、自分がダメだ。全然注意をしない。思っちゃったりとか、ちょっとの失敗で、なんかもう自分が全部否定されたみたいな気持ちになっちゃったりとか。私はね、ちょっとネガティブすぎるかもしれないんですけれども、でも、失敗とか、うまくいかないことに対して、自分はやっぱりダメだ。向いてないとかって、自信をなくしちゃう人いると思うんですよ。でも失敗に対して、思ったようにうまくできなかった。失敗を認めつつ、想定が外れただけ、みたいなスタンスで捉えるのが、すごくいいなって思ったんですよね。それでこの映画を見ていると、もう今できないこととか、今、その能力を持っていないことって、何も問題じゃないんだなって思います。今できるかどうかじゃなくって、できるように一生懸命頑張れるかどうかとか、自分の気持ちが一番大事だなって気づかされました。そんな感じで、とっても前向きになれる映画でした。今何かにつまずいていてとかね、それこそ22卒のこれから就活だよっていう方とかにもおすすめの映画になっております。Amazon プライムに入っているので、よかったら見てみてください。というわけで、おやすみラジオ、本日もエンディングが近づいてまいりました。眠くなってきたでしょうか？今日もたくさんのお便りをありがとうございました。そして最後まで聞いてくださり、ありがとうございます。ここまでの相手は佐藤真奈でした。いい眠りにつけますように。おやすみなさい。